中にいただけでしょ、あんた。まあいいけどね。てか悪魔が神社でクリスマスってどうなのよ。騒げれば何でもいいんですよ、あの人らは。まああいつ十字架好きだしね。500歳の中二病。そういや、咲夜さんに予約作ってくれって頼まれましたね。マジで？やる気満々じゃん、あのメイド。ってかメイリン作れんの？まあ漢方薬ならあらかた。で作ったの？毎食プリンをつけてくれるらしくて。おめえ様さんま。泣いて帰ってくるといいよ。お虫も悪いよ。もいいえいいえ、妹様ほどでは。こやつめ。まあでも手つないで頬を染めて帰ってくるかもしれないですね。500年サンタ信じてる純情を止めないあいつよ。ん？昨日サンタさん来たじゃないですか。どう見ても昨夜でした。本当にありがとうございます。ベッドで待ち伏せしてヒゲ取ったら時間止めて逃げてったわ。そこはネタフリしてあげてくださいよ。昨夜さんすっごい張り切ってたのに、かわいそう。サンタと言ったら私でしょ。銀髪だし名前も差がつくし、決して寝顔が見たいとかそういうのじゃないんだからね。譲らないわよ、絶対譲らないわよって。すごい剣幕でしたよ。怖っ。張り切ってたって言えばお姉様もね、やたらそわそわしてたじゃん。まあそういや私も昨日、不審者は失礼がないようにお通ししろって言われましたね。タクヤがいい子じゃないともらえないですよとか言うからさ、あいつビビっちゃってさ。それでメイド服着てお掃除頑張ってたんですね。てかプレゼントがフリフリのドレスだったんだけど、拾って。サクヤさん、自分へのプレゼントですね。全部サクヤの一人勝ちだし、爆発しろ。いや爆発って妹様が言うとちょっとそれシャレにならない。そろそろ眠くなってきたかもね。神社のパーティーはいつまでやるんでしょうか。てかさ、メイリンは誘われなかったの？はぶられたの？一応誘われましたけどね。館からにするわけにはいかないんで。あっそ、今から行ってくれば。多分まだまだやってると思うし。妹様いますから。あんたに守られるほど弱くはないわよ。行ってらっしゃい。まあ物理的にお守りできなくてもですよ。いやほら精神的にっていうかさ。いや、その、せっかくのクリスマスですからね。最後まで、お供しますよ。あっそ、まあ、せっかくのクリスマスだし、運ばれてあげてもいいよ。では、失礼してっと。参りましょうか、お姫様。頼りない騎士ね。